あ、これやばいな。俺がサンス下がってくのやばいな。ちょっと俺にも来てる、これに。え、すごいな。俺も下がってるな、まだ。でも、もう下げ止まっ、いや、下がってるな。雨やば。寒い寒い。寒い寒い。地獄。地獄。気持ちいい。気持ちいいよ。あれ、ちょっと待って、俺も比較まで来たぞ、寒い。であの下もね、はい、このあったわ今カラス、カラスどうする？え、あもうあと食っていいっすよ。あれ、えちょっとマスインもいる、ここ撃ってくるやつ、馬がいる、やばこれ。マシンか、ちょっとあれ作りて、ユピダマメシン、あっちはマルタのスーツ、ね、ネットこれ木がなーい、釣りに釣りしたいのに木がなーい。え、木減ったね、丸太が。あ、木ってその木じゃないんだよ、釣りに使う木が欲しいんだ。あ、ロープか、ロープは。あ、やんだ。あー、やんだ。あー助かります。あーあー、これ傘差し方の方が産地さ、いや、そんなことはないな。そんな記憶があったのは気のせいでした。ああ、サムルストーンが意味なしてねえのか。確かに。でも、あ、でもこの曲から流れたらもう大丈夫でしょ。サンチル。傘は持ってないとダメかもな、もう。あれ？サンチゴリゴリ下がってる。なんで？え、なんで？なんで？なんで？濡れてるから。もう濡れてないけど。いや、まだ、え、まだ水のやつついてない？ついてない。え、嘘、まだ俺75残ってんだけど。いってマジで。服か、服か、服だ。服？いや、服も、いや、関係ないな。服、どの道濡れてんな。ちょっと。え、待って、ね、産地すげえ下がってくる。なんで？さっきより下がってくる。もう。あ、傘差しろがマシ。あ、いや、そして寒い。やばい、地獄やばい、57、56、56、ちょっと温めて、気つけて、やばい、火つけるやつがね、火つけるやつが、やば、こいつらキノコ鳴ってる？鳴って、まだ取ってダメ、3個までできるはず。ちょっと、もう戦って産地上げ、戦っても産地上がんねえか。どうだったの？お花摘んでくる。一旦水がほら、ここで乾かしてさ。あ、乾いた俺これで。え、でもまだ産地。もう乾いてんだよ。荷物が濡れてるんだよ。あ、そういうことか。スティンガーどこ行った？夏に行ってこい。産地がゴリゴリ下がってくる。マジなんで、やだやだもーやだもー。あ、乾いてる、乾いてきてる、乾いてきてる。あと斧だけ。斧落としてくる。いっそまだ見えてるな。あー焦った。あ、でも傘はいらんと。
掛けもう一個ぐらい欲しいな。あいつ倒したいね。ん？ボスどうだったかな。もういないんじゃない。あれいなくなるんだっけあいつらって。いなくなる。じゃあいいか。よし、ちょっとお花積んできたわ。木がもうね、枝もね。まだこいつらうろうろしてんのか。あ、やばい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 。この人形。HP 下がってたらくっついてるね。まあラスト1個はもう黄色だから。じゃあ、こっか。さて、あ、もう蜘蛛の巣植えてなかった、まだ。あ、で、下にもう1個あるから、それもなんとかしなきゃ。産地は回復しないんだっけ、別に蜘蛛と戦っても回復するけど、ただ戦って減るから産地下がるんだっけ。うん、襲われて減って攻撃して増えてで、まあトン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 か若干マイナスぐらい。じゃあ減ってる状態ではやりたくない。うん、今半分ぐらいまで回復したから。ちょっと待って、なんか入れてるものめちゃくちゃなってきてるでしょ。あ、マジ。モンスター2台ここに入れてたのに。金か、とりあえずは。まあ一応手段なくしたのかな。うん、俺はどうしても釣りがしたい。釣りがしたいよ。聞いてる。俺らが進化したとこどこ。お、枝が、やったー、枝が、枝が濡れてるー。ふかとさ濡れてるー、湿ってるよ。起き上がった枝をその場で拾っていく。え、どこ。え、もうあれか、真下真下。うん、もうかどこの辺の罠は持っていくか。ここで枝はそれそこそこだね。あれ、この木も作っちゃおうかな。どこに植えとこうかな。適当なとこ植えといていい。何だろう、何だろう、この巣か。カエル降ってきたりしなければいいな。トラップこの辺にもう一個なかった。お、クモの巣、クモの巣。氷がずぶ濡れっていう表現がよくわかんないんだけど。濡れてんだろうか。当たり前だろうっていう発想にしかない。こっち、痛い痛い痛い。でもマジで、なんか強いんだよな。普通に。こいつら。痛え、マジで。来
鍛えたから。やばい。ごめん、モンスターなっちゃった。ああ、じゃあほっといていいよ。ああ、春のボスいる。戦わせるこいつら。痛い痛い。あ、やばいやばい。痛い痛い痛い。死ぬ？死にはしないけど。よし、オッケー。ハゲた。女の子にとっては一番大事かもしれん。え、髪がハゲた。ハゲた。失われた？失われた？ハゲた。死ぬよりも辛い。嘘だけど。これやだな。黄色いやつらが結構ずっと追いかけてくんだけど。なんで？こちらあれかもしれない。やる気ない。うん、多分下モンスター生まれちゃったな。クイーン？クイーン。戦ってる間にクイーンになっちゃった。まあ、しゃあないね。湿ってんだよな。あ、マジでもういっぱい。モンスターどこだ。で、あのね、右側の俺がいるちょい右ぐらいに春のボス生まれてる。あの、竜巻を起こす鳥ね。はいはい。次の木を探しに来たのに普通に木切ってるわ俺も。目的を見失った。あ、氷が乾燥したわ。あれ意味が分かんない。何言ってんの？言ってみないんだ。何を言っているんだ？でもね、ズブ濡れの氷じゃなくなったから。多分乾いたと思う。ああ、でもまだ幻覚がうっすら見えてんな。クイーンってあれどうなんだっけ、ずっと いるまんまなんだっけ。どっかであれなんか雲の巣作って終わる最後は。ああやべやべやべ、こんなとこにもいたのか。あれが牛が、牛子供できてるわ。なら、おめでたい。おめでたい。でもお祝いしようと思って近寄ろうとするとぶっ叩かれるから。ご祝儀あげれない。あれ、これってさ、野菜手に入れたら種も一緒に手に入んなかったっけ。種、種手に入らない。ミスった。3段の蜘蛛の巣突っ込んだ。ミスった。ここら辺に蜘蛛の巣ある。松明これ間に合わないな。火つけりゃよかったな。いてぇ。豚てめぇ。種がない。
てるけど。あれついに拠点までついてこられたな、あの机に。あら、こんにちは。ハンマーのビールですか。これあると何？ 3 手下がんの？ん？わかんない。別にそういうのない気がする。もうちょっと恐怖感じてんな。ん？邪魔くせ、邪魔くせ、なんで火の周りで走り回るんだこいつ。タネどこにあった？この箱。あ、ここ。あ、ここか。あ、本当だ。一旦ちょっとキノコを入れとく。あ、もう売り切れた。一旦食べないでおいて。じゃあ何してくっか。何が足りない？俺も足りねえ。現金。メダかな。で集めてくるか。もう服いらねえや。しまっとこ。秘密が。だからその辺ボスいるでしょ。あ、これボスの子？もしかして。こう生まれたもん。鳥の。いる。いる。いるね。なんか倒さ、でも大したよね、俺たち前これ。あ。あ、巣ができてんね。攻撃したらあれ？かな。やばいかな。やりたい？攻撃してみていい？いいよ別に。あ、でも早くてこっちは攻撃できねえ。あ、攻撃した。あ、これ呼んだかな。あ、拠点変えないでね。オッケー。あ、呼んだな。やる？こいつ。あ、大丈夫だよ、昼やって。ちょっと、戦っていい？あ、全然いいよ。死ぬかな。うい、どっすげえ声出たな、今。痛い。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。痛。あ、やばいやばい、武器。こいつ、こいつ武器落としやってくんのか。そういうやつだっけ。うん。あ、でも行けんことはない。どうぞ。あ、ダメだ。今ちっこいのやってんの。
いや、ボス。あ、やばい。ちょ死ぬわ。やばくないそれ。大丈夫、逃げられる、うん、あ、すごいもんだってね。あの、ちょっと防具剥げちゃった。あのさ、俺もさ、メットとかがもうさ、なくてさ。うん、メットは翔太が作ってくれないといけないからね。うん。あ、そうだね。回復アイテム。回復しても、いっぱいと戦い挑んだら勝てそうだな。やる？じゃあやろうか。うん。翔太、これ下。下。もう下。でも毎回間違う、これ。わかる。じゃあ俺も行くか。あ、なんだっけ、拠点の近くにあの巣作られたんだっけ。そう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 。いや、あの牛とかぶつけてきゃ一緒っつったら牛が全滅して、うん、あっつって、あ、こそんなことあるんだっつって。 HP ちょっと待ってね、どこ？やばいったっけ。キノコマックスじゃない？よく落としとくよこれ。いいね。俺キノコ食ったら HP 回復できるからさ。あ、そう。うん。産地下がるけど、俺産地大丈夫なの。産地お化けなんで。そしたらもう大丈夫だ。あっ、何置いてんねん。キモい机来たな。どう？あ、バイ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 。これさ、なんか光の判定俺の知ってる感じ違うんだよな、ちょっと思ったより近いとこで出るんだよな、あれが。ショータが出てるほら、いって本当だ。俺たちの感覚よりちょっと近くであれ判定出るわ。キノコってショータロックとダメージでかい。やべ、サンチゴリゴリサンチしたかった。あ、そうか。何しようとしてるの？え、あのロープ、あの鎧、あと、あ、兜作ってほしいな。あ、兜置いてある。あれ？あ、本当だ。あざす。木の糸はね。産地がそんな万全じゃないからな。まあいいか。2人同時に死ぬのが一番避けなきゃいけない。危ない危ない危ない。あ、ロープもうなくなった。蜂蜜大量にゲットしてきた。じゃあ、これ蜂蜜シップ作るわ。もうこれ21個入ってる。え、ショートロ、待って。あれできてる。ね、あ、びっくりした、今。びっくりした。あれなんだっけ？なんかこれアイテムとかパクパク食べてきたやつで。あ、へぇ。え、蜂蜜どこやった？あ、は、あの、木の箱。雨。雨はまずい。鳥うるせえ。あ、俺テンタブルスパイク持たんかもしれんな。テンタブルスパイクバカみたいなのあるから。
もう1個持ってくか。まだ1人で行くのに、ね、もうやり行く、もう回復しちゃわないかな、しちゃわねえか。いやもうしてると思うよ、画面がいるからもう合うじゃん。そうか、まあめっちゃ後でもいいか。じゃあ俺お花摘みに行ってくる。どっちの意味それ？ん？産地回復しに行って。あ、そっちね。一応多分どっちも使うからさ。雨やまないとちょっとやりづらいよね。うん。さあ、蜂蜜できてんじゃん、下できてねえか。あでも今、赤いからさ。あ今、そうか、赤いか。何かこの辺にあるけど、なんでどこにいるんだ、牛さん。あ、行った、あ、やべ、持ってかれた。あ、上にいる人だか。待って待って、降りてこないで。牛が徐々に降りてきてる。あいつはでも子供いると増えるんだっけ。増える。いや俺たち今までやってこなかったけど、城壁作るか。最後の氷屋さんし、本当に真上の方にいるわ、拠点の。まあでも増えてくれないと全滅する恐れがあることは知ってるからね。俺たちは。どこにしかな。あ、羽になったの、どっちも。やだな。やんでくれ。
戦いしてるの今。開発しても新しいの作っても産地は復活するはず。あぶあぶ。ちょっと何燃やしてんの？花びら。花びらか。だから全然そんな何個も入れてんのに全然火力が上がんないのかな。ハスカ入れてんのに何でなんだろう。あれ、おかみさん来るよ。おかみさん来るよ。おかみさん来るよ。花火だ。食えよ。いや、食えねえか。あ、食えねえのか、そんな。花かんぶりに違うよ、そしたら。はい、花かんぶりにするとどうなるの？産地は上がるよ、株くらいだ。